しくお願いします。今日はですね、その感覚を鍛えるということで、居つかない体っていうのをやろうと思ってますけど、居つくって何かっていうと、まあ癒着ですね。癒着する、まあ例えば企業が政治家と癒着してるとかって言いますけど、そういうのもあるし、あと例えばね、内臓も癒着するんです。私の友人で理学療法士のような勉強してて、アメリカ行って遺体をこう解剖してね、中身を内臓を見るっていう、凍らした体をこう溶かしていくんですよ。で36度ぐらいで開ける。そうすると一番人間に近い状態になるじゃないですか。研究するらしいんですけど、臓器と臓器がもうお腹の中でこうくっついていて、こう普通だったらこうやったらね、分けられるんだけど、もうくっついちゃってるんですよ。ビリビリって破けちゃうんだって内臓がこう癒着しないようにしていくっていうのもすごい大事。人とのコミュニケーションの中でも居つかないことって結構大事で、まあ例えば失恋するとか、人と別れるとか、出会って別れるっていうね、そういう中でもやっぱりその相手に居ついてしまうと自分が乱されてしまうっていうね。よく去る者は追わず、ね、来る者は拒まずっていう言葉ってありますけど、ああいうのもまあ癒着しない一つの儀礼みたいなものです。まあ、そこに心が居ついてしまうと自分が乱れていくっていうことが、でそういうようなものがですね、まあ、日本人はまあ一つはまあ例えば型、霊っていうものが一つの型になって居つきをなくしていくっていうことをやっていたんですよね。霊にかけるっていうことを無霊とかね、失霊とかっていうじゃないですか。そうすると、まあ、人と人とのコミュニケーションも悪くなって、私がまあこれ空想論になってくるんですけど、今回今日か次回でもねやろうと思ってるんですけど、侍っていう人たちは例えば横になっている状態でも居つかないんですよ。何言ってるか分かんないよね。それ居つかないっていう、居つく居つかないってすっごい差になるんですけど、地面に対して居つかない体にしてたんです。おそらく例えば走ることにとっても居つかない走り方してた、ね、居つかないっていうことで全てをしてた可能性がある。でそれはすごい大事なことで、すごいなと思うんですけど、まあ例えばこうやって手を合わせてもらっていいですか。こうやってちょっと軽く押します。こうやって押した時にこう簡単にこう離れると思うんですけど、どこかが余分にぶつかってる、余分にぶつかってないっていうところ、例えば親指の付け根が余分にぶつかってる感じがするとか、なんかこの辺が余分にぶつかってるなとか、ここが逆にぶつかってないなとかありますよ。はい、ありますね。それを自分で均等化できますか。ぶつかってるところは少し引いて、ぶつかりを少なくして、ぶつかってないところ、なんかこう空洞のようなところはむしろちょっと集中して当てるような感じ、わかります。そうするとこう離そうと思ってもさっきのような感じの離れ方じゃなくなって、同じ合掌を一つ取ってみてもね、ビンってこうぶつかってる合掌と今みたいにピタッと、まあ、私これを中庸を取るって言うんですけどね、中庸を取るようなぶつかり方っていうのが違うんですね。でこう腰でちょっと押してみて、そうこう押さえた時にこれ余分にぶつかってるところとぶつかってないところがあるんですよ。そうでハンドつけないでこのまま止めといてくれる、これあるでしょ。で私がこれを中庸を取りますよ。分かった。ああ、はいはい、なくなったでしょ、はいはい、そうすると手が離れなくなるわけ。こういう技になる、武術も。手当ててもらっていいですか。こうやって軽く押さえておいて、そうすると余分にぶつかってるところってのはこの辺、分かるよね。こうやってこれで喧嘩しちゃうんですよ。ところがこれをこうされると、持ってかれちゃう。これでもう一つになった。手が離れないから。これね、よく指一本で相手を動かなくていうのね、あるじゃないですか。こういうのがあるとなんだっけ、行き来する時もこうほとんどの人はこうぶつかるような手の置き方する。それをふっとこう注意を取るだけで相手に手を触れるってことも世界が変わってくる。でこういうようなものがね、侍は全てにおいて行われてて、立つ時とか物を持つ時とか、例えば持たれるとかっていうことを一つ取ってみても中庸を取ってた。まあ自分の体の中の中庸ですね。体の中で自分のバランスを取る。まあさっき言った内臓もそうだし、自分の体の中でそのちょうどこう居つかない、持たれ合わない関係性を作っていく。それから体から今度対人、
今人に触れる、それから物に触れるっていうところでも注意を取る。あとはですね、空間ですね。相手がこう勢いがあった時に、相手とこう対面して何かこう文句言われてるとか、何か勢いがこうあるとする、ね、その時にこれ夫婦喧嘩とか子供が見てたら分かるよね。あ、お父さんが何かお母さんをやってるって見てて、途中からなんかあれ、お母さんの方から強かったとかあるじゃないですか。そういうのって目に見えないけどあるんですよ。例えば彼がこうちょっとなんかこう勢いを持ってこうぐーっと見つめてると、こっち圧倒されるんだけど、空間の中に例えばこう注意を振ってこう取ってくると、もうこれで馴染んでくるわけ。あ、なんだか分かるでしょ、さっきと違うよね。そうするとこういけばこういう動きになるし、こういけばこういう動きになる、相手についてこようとする動きになってくる。注意とさっきの手と一緒だからね。で、空間の中でもそういうことができる。この居つかないって結構大事なの。あんまりね、聞き慣れない言葉ですけど、まして浮き身とかっていう言葉なんか聞いたことないでしょ、ね。地面に対して居つかない状態を作ると身が浮いたような感じなんです。自分の体をこう、体とか物とか人とかっていうものに対しての関係性が変わってくる。今はなんていうのね、こう忖度もそうだしなんていうんですかね、居つき合う関係が多いんですよ。自分の心にも居ついちゃうで、なんかこう感情から解放されなくて苦しんでいったりとか、嫌な出来事が忘れられなくて苦しんでいったりとかね、そういう状態になる人が今すごく多く、それはまあ身体性が昔に比べると体を動かす機会が減ってるとか、人の体を触れるとかっていう機会も今すごい、実はすごい減ってるんですよね。フォークダンスとかやったことある？ある。小学校の時。小学校の時ありましたよね。あ、触れるのやられました。あ、そうそう。あ、フォークダンスなんかもだんだんやんなくなってきてるでしょ今。だからその人と人と触れ合うとかね。あと先生が正当に触れられないんですよね。体育の先生とかはね。逆上がりとかこうやってね、触れたいとかするのもセクハラ問題があるからだんだんこう触れなくなっていったわけ。だから触れ合いがね、やっぱりすごいこう学習してないんですよね。だから例えばお母さんが赤ちゃんを抱っこするっていうのも今の中を取れるんですよ。こうふっとこうやればすごい抱き心地もお互い良くなってくるんだけど、ギュッと持たれたら良くないじゃないですか。あとはまあ例えば介護の問題にしても、持ち上げ方とか触り方知らないんで強引にギュッとやっちゃうんですよね。そうするとされる方が痛いんです。痛いと人間どうなるかっていうと、身を固めるんですよ。こうやって身を固めると人間の体って重くなるんです。でますます力づくになるわけ。痛いから硬くなる、硬くなるから重くなる、重くなるから強くなる、強くなるから痛くなるっていうね、負のループになっていっちゃうんですよ介護の、ね、触り方とか触れ方っていうのをもう本当は小さい時からこう教育して、いろんな人の体に触れるとか、その肌に合う合わないとかね、見た目が素敵だなと思っても、あ、肌に合わないとかってあるわけですよ。見た目があれだなとか思ってふっとやると、あ、肌が合うとかあるわけ。だからその肌に合う合わないって結構大事だったんですよね。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。